婦人会は、成人女性の収容、趣味、社会活動などを目的として結成された、日本の団体である。政治、宗教、社会活動のために組織された団体も含まれる、場合がある。愛国婦人会特別会員賞日本では、明治時代中期より、生活改良を掲げるキリスト教系婦人会や、道徳関与を掲げる、仏教系婦人会が結成されるようになる。 1901年には15支援を掲げる愛国婦人会も結成された。明治時代末期から大正にかけて地方改良運動推進や婦人会法運動への牽制を目的として文部省や内務省が学校長や名簿家を代表とした地域単位あるいは全国的組織を持つ各種婦人会の結成を奨励した。昭和に入ると 文部省の後押しを受けた大日本連合婦人会、大阪で結成され陸軍の後押しを受けた大日本国防婦人会が結成される。特に国防婦人会は、割放儀に、たすきがけの目立つ服装で、出生兵士の見送りに立つなど、出生、帰還兵士の世話に手厚い下流婦人層の団体であった。一方愛国婦人会は、会費が高く、上流婦人のサロンというべき場で、 基本は、金品増与主義であった。この二団体による、会員獲得合戦は熱を帯び、後ろ立てである、陸軍省と内務省の対立の延長とも返された。双方に加入する会員も少なからずあり、統合の声が上がったものの、感情的対立は拭いがたいものがあった。1941年6月、政府は、閣議で、連合婦人会を含めた三者の統合を決定。 1942年には、すべての婦人会が大日本婦人会に統合されたが、割烹儀に、たすきがけの見送りなど、各婦人会の特色は失われていった。3年後には、国民義勇隊の結成とともに大日本婦人会は、解散となった。戦後は、行政の下請け団体としての位置づけが強くなり、物品販売等で収益を上げる団体が多かった、ため、 それを嫌って加入しない女性が多かったようである。また、村社会の中の地域ボス夫人の集まりに息苦しさを感じるといった理由から徐々に敬遠されていった。そのために中心になって活躍するメンバーは概ねどの地域でも高齢者に偏っている。現在では、婦人会組織を持たない市町村も多く、婦人会ではなく、女性会を名乗る団体も多い。ありがとうございます。